皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、サムネタイトルでも分かる通り、横浜 F マリノス対セレッソ大阪の、試合後レビューという形でね、まあ今ちょうど終わって、まあ試合ね、今時期でダゾーンで見ながら、まあメモだったりっていうところを取りて、まあやりましたんで、まあそっちはね、J1 第8節の試合後速レビューという形で、今回の横浜 F マリノス対セレッソ大阪の試合について紹介していきたいと思います。まあ、ここにも書いてある通り、結果的には、オナイウアド選手の決勝弾という形で、鬼門ね、セレッソ大阪相手に横浜 F マリノスが勝利しましたんで、そちらについてね、まあ、試合の内容だったり、まあ、試合の前のところだったりっていうところもね、ちょっと話しつつ、レビューをしていければいいのかなと思いますんで、まあ、ぜひね、この試合見た方だけで、この試合見た方もそうですけど、見てない方もね、まあ、この動画を見て、大まかな内容だったりっていうところもね、知れると思うんで、ぜひね、ご覧になってくれたらなと思います。ということでですね、最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、ということですね、早速試合の内容を喋っていければいいのかなと思います。横浜 F マリノス対セレッソ大阪の試合について、今回ね紹介していきたいと思います。まあ冒頭にも言った通り、結果的には、オナイウアド選手の決勝弾により、1対0で横浜 F マリノスが、勝利をしました。まあその勝ち点を加えてですね、まずは順位の方から紹介すると、横浜 F マリノスが、勝ち点を3積み重ねて勝ち点14で5位で、セレッソ大阪が、積み重ねなかったものの、まあ勝ち点16ということで、3位というところに続けています。まあ、先にね、次節の話をすると、ベガルタ仙台とのね、横浜 F マリノスアワイゲームになりますんで、まあ、こちらね、連勝かかった試合ですので、勝てるようにね、頑張っていってほしいのかなと思います。対する、負けてしまったセレッソ大阪が今度ね、週末にですか、ホームでですね、徳島オリックス相手に戦うことになりますんで、まあ、火曜日に行われた唯一の試合ということでね、まあ、1試合多く、まあ、アウェイの地ですけど、まあ、移動日含めて、まあ、ちょっとね、きついところあると思いますけど、まあ、1日、他の明日の開催よりですね、まあ、ちょっと疲労が、軽減されるのではないかというところを含めてですね、まあ、今回は負けてしまいましたけど、次節は徳島ブリッツホームに迎え撃ちますんで、勝てるようにね、頑張っていってほしいのかなと思います。ということで、まずね、試合の前のところで話していきたいんですけど、まあ、コロナウイルスの影響などにもよってね、まあ、濃厚接触者の対象になってしまったため、クルピ監督がですね、この試合指揮ができずという形で、まあ、おそらくね、まあ、電話だったりというところでね、まあちょくちょく、連絡というところは取り合ってたものの、まあ結果的にはベンチに入れなかったというところは、まあこのね、セレッソ大阪としてはちょっと痛いになってしまった、ところなのかなと思います。スタメンのところで言うとですね、前節から両チーム守備ラインに多少の変更がありました。横浜 F マリノスは、両サイドバックというところはね、まあ岩田選手だったりというところがベンチスタートで、高野選手だったり松原選手というところが、スタメンで出て、セレッソ大阪は、進藤選手がですね、移籍後初スタメンというところになりましたし、まあ、瀬古選手だったりっていうところはね、ベンチ外になったりということで、まあ、多少の、まあ、連戦含めてですね、変更はあったんで、まあ、そこが、どう影響してくるのかっていうのがね、まあ、この試合の見どころの一つにもなったのかなと思います。内容の方に入っていくと、前半はですね、両チーム決定的なチャンスを作るも得点には至らずという形で、横浜 F マリノスもですね、エウベル選手だったり、まあ、前田前選手、中川選手とね、まあ、とても足の速い、まあ、前線に特徴のある選手がいますんで、まあ、そこを狙いつつ、攻撃は進めていたものの、結果的には、まあ、チャンスは作るも、得点には至らずという形でしたし、まあ、セレッソ大阪はですね、一旦、ゴールネットを揺らすも、まあ、そこはね、オフサイドという形で、なかなか厳しい状況が続いたという形でね、まあ、前半は、両チーム、チャンスを作るも、なかなか点が取ることができずという形で、前半は終えたという形になっています。まあ、この1試合通してですけど、横浜 F マリノスはですね、エウベル選手のサイドを起点に攻撃するという形で、まあ、右サイドもですね、もちろん、中川選手というところで、まあ、チャンスだったり、起点、攻撃の起点というところは作れるものの、まあ、エウベル選手というところもね、まあ、開幕から、まあ、途中出場だったりというところが続く中で、まあ、徐々に横浜 F マリノスのサッカーに浸透してきてるなという場面がね、多々見られましたし、まあ、この試合は特にエウベル選手のサイドから起点だったり、まあ、クロス、縦突破というところがね、多く見られましたんで、まあ、海外移籍、初の海外移籍にはなったと思いますけど、エイベル選手自身もね、とりあえず、日本のサッカー、まあ、横浜 F マリノスサッカーですか、というところにも浸透しつつあるのかなというところで、まあ、ここはね、今後、連携をもっと高めていければ、まあ、得点力向上につながる、キーポイント、キープレイヤーの選手になると思いますし、前田大然選手だって、というところでね、まあ、試合中の中で何度も話し合うシーンもあり、まあ、そこはね、まあ、今後、さらに関係が深まっていく、ラインなのかなと思いました。後半のところで言うと、後半の途中からセレッソ大阪の時間帯が続くも、横浜 F マリノスの一発攻勢という形で、まあ選手交代も使いつつ、セレッソ大阪はね、まあ多少、試合の内容、まあ試合の雰囲気というところをね、掴む場面もありましたけど、まあそこから、一発の逆転という形で、一発攻勢ですね、カウンターという形で、
中川選手、エイベル選手、前田大然選手というところで、ね、裏を使いつつ、まあ、ここは横浜 F・ マリノスの最大の特徴だなと思いましたし、でまあ、セレッソ大阪は結構攻め続ける時間が続くも、まあ、守備ラインとしてはですね、まあ、1分1秒も、気が抜けないというところがね、まあ、この横浜 F・ マリノスの、怖さでもあると思いますんで、まあ、ここはね、非常に見ていて、面白かったところだと思いますし、横浜 F・ マリノスとしても、まあ、ここはね、非常に頼りがいのある、攻撃陣なのかなと思いました。そこからですね、まあ、給水明けぐらいですか、から、まあ、両チーム交代というところを積極的に使い始めて、まあ、さらにゲームが面白くなったなという印象でした。まあ、後半ね、ちょっと、両チーム膠着状態が続く中で、まあ、セレッソ大阪だったりっていうところもね、まあ、前に加藤選手を入れたり、松田選手をね、まあ、下げて、中島選手を入れるなどね、まあ、多少の、攻撃陣、まあ、主に前線ですね、というところをいじってきた中で、まあ、セレッソ大阪がね、攻め続ける時間というところ多かったんですけど、まあ、やはり横浜 F・ マリノスのベンチ陣というのはとても豪華でね、水沼宏斗選手だったり、小野優選手、まあ、そこら辺をね、まあ、続々と、入れ続けた結果、まあ、結果的に、まあ、両チームの試合の内容というところがね、さらに活性化して、とても高校から、まあ、陰水明けぐらいからですか、まあ、非常に面白い試合になったという印象でした。まあ、ここはね、両チームのベンチワークというところが、うまくハマったところだと思いますし、まあ、セレッソ大阪も、この交代をしてからですね、まあ、さらに決定機というところが増えましたんで、まあ、そこは、決め切りたかったところだと思いますけど、まあ、大久保嘉人選手だったりというところはね、まあ、いない中で、まあ、よく、ここまで戦い切れたなという印象でした。まあ、まだね、まあ、センターバックというところもそうですけど、攻撃陣もね、若い選手が多いんで、これからのセレッソ大阪に期待するところも多いと思いますし、まあ、特にね、このセレッソ大阪のセンターバック陣というところは、まあ、今回は瀬古選手というところはいませんでしたけど、西尾選手というところで、まあ、今回も、先発フル出場してですね、まあ、攻撃陣、横浜 F・ マリノスと攻撃陣相手に、まあ、しっかりと戦えていたっていうのは、まあ、この19歳でも、しっかりとできるんだぞというところを、まあ、示してくれたところだと思いますし、まあ、今後の、ね、活躍、まあ、成長というのも、ね、大いに期待できる、まあ、このセレッソ大阪の、センターバック陣なのかなと思いますので、まあ、今後も、ね、注目して見ていければいいのかなと思いました。まあ、横浜 F・ マリノスというところは、まあ、素晴らしい、ベンチワークっていうところも使いつつ、結果的には、途中出場した小野優選手が決めたんで、まあ、ここは、素晴らしかったところだと思いますし、まあ、ここにも書いてある通り、やはりゴールをこじ開けたのは、セットプレーからというところで、まあね、この、こういう膠着状態が続く中で、試合を動かすのはやはりセットプレーだなというところを改めて痛感させられましたし、まあ、セレッソ大阪のちょっとペースなのかなというところでですね、結果的にはセットプレー、コーナーキックから、小野優選手が詰めるという形で、横浜 F・ マリノスが先制しましたんで、まあ、このセットプレーというのはね、このサッカーにおいて、とても大事な、まあ、シーンなのかなと思いますので、まあ、今後ともね、まあ、選手自身はもちろん分かっていると思いますけど、サポーターとしてもね、このセットプレーっていうところがね、一つの見どころとして、見ていくところなのかなと思いました。まあ、冒頭にも話した通り、横浜 F・ マリノスがね、見事1対0で勝利したことによって、2011年以来、まあ、約10年ぶりですか、というところの鬼門セレッソ大阪戦に勝利したっていうのは、とても大きかったところだと思いますし、まあ、横浜 F・ マリノスセレッソ大阪ね、とても好調同士の対戦でしたけど、結果的には、横浜 F・ マリノスが勝利をして、まあ、セレッソ大阪に、勝ち点を追うという形になりましたんで、まあ、今後ともね、ここの争いというところを見ていきたいと思いますし、まあ、横浜 F・ マリノスからすると、まあ、この鬼門相手にですね、まあ、多少選手自身も、試合前だったりというのは不安なところあったと思いますけど、まあ、このセレッソ大阪に勝利できたことによって、まあ、次節以降もね、自信を持って戦えてくるのかなと思いますんで、まあ、ここはね、今後とも注目してみ、いくべき、点なのかなと思いました。まあ、セレッソ大阪としては、まあコロナの影響などによってね、まあ試合が開催するかというところもありましたし、まあ選手自身いろいろあたふたする場面も多かったと思いますけど、まあひとまずね、この試合を終えたということで、まあゆっくりは休めないのかなと思いますけど、まあまたね、週末に向けて、集中して、戦っていってほしいのかなと思いました。ということで、まあまとめて形で、この、横浜 F・ マリノス対セレッソ大阪の MVP としてですね、前田大然選手を挙げさせていただきたいなと思います。まあ正直ね、小野優さん、あと選手も良かったんですけど、前田大然選手含めて、まあ攻守のね、ハードワークっていうのはこの試合も、まあこの試合だけでないですけど、この試合も特に、輝いていたなという印象で、まあセレッソ大阪の守備陣からしたら特に、嫌だったのかなと思います。まあ攻撃のところはもちろんですけど、セレッソ大阪のセンターバック陣がボールを持つ中でのプレッシャーっていうのは特に早かったですし、まあそこのプレッシャーから始まって、横浜 F・ マリノスのですね、まあ中盤だったり、センターバック陣っていうのはとても、ありがたい、このプレスなのかなと思いますね。今後ともここは見ていきたいと思いますし、まあ、前半でですね、スプリント回数28回という驚異の、記録も残していますんで、まあ、ここはね、今後の前田大然選手の攻撃だけでなく、まあ、スプリント回数だったり、守備の貢献度というところも、この時期には見ていければいいのかなと思いました。はい、ということですね、今回は横浜 F・ マリノス対セレッソ大阪の試合について、試合後即レビューという形で紹介させていただきました。
まあ、火曜日の J リーグということでね、まあおそらく久しぶりだったり、まあ初めての試みなのかなと思いますけど、まあこういう過密日程の中であり得る、この火曜日の J リーグというところもありましたんで、まあ個人的にもね面白かったですし、まあ選手自身はきついと思いますけど、まあ J リーグサポーターからするとね、まあ平日にこの J リーグがあるっていうのはね、とても楽しみな一つになるのかなと思いますんで、まあ選手自身、まあコロナだったり怪我だったりいろんな影響あると思いますけど、まあこれからもね、体を第一に、まあ週末の試合に向かっていってほしいのかなと思いました。ということでですね、今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またね、まあ、今日は火曜日1試合だけでしたけど、明日の水曜日に、残りの試合、J1 第8節が行われますんで、まあ、ぜひね、注目してみていきたいと思いますし、またね、週末にも連戦という形で残っていますんで、まずは先ほど言ったように、選手自身はね、怪我なくコロナにも気をつけてね、まあ、この J リーグというところを頑張っていってほしいのかなと思いました。まあ、今日ね、2本目の動画ということで、先ほど1本あげてますんで、そちらね、まだ見てない方は、ぜひね、ご覧になってください。ということですね。今日もご視聴ありがとうございました。ではまた。バイ。